はい、どうもこんにちは。今日はねエブリ買ってからねある程度経つのと、キャンプとかね車中泊とかしてるんでね、そろそろ手を加えたいなと思いまして、今回ねちょっとした DIY というか取り付け作業やろうと思います。さあそんじゃやっていこう。はい、そんで今回取り付けるのがね、屋根、ルーフキャリアね。で今回買ったのがよいしょ、ロッキールーフキャリア60キロ乗せれます。まあさすがにキャリアに関してはね、買うの失敗するとね捨てづらいしね高いしね、ちょっと車屋さんのね友達におすすめ買ってもらいました。というわけでこのロッキールーフキャリア組み立てていこうと思います。上げてきます。はい、こんだけね、まあシンプルっちゃシンプルなんかな。じゃあちょっと説明書読んでやっていきます。取説見てたんだけど結構時間かかりそうなんで、あの友達にね手伝ってもらうことにしました。ちょっとなんとか早めに作りたいと思います。じゃあやっていきましょう。まずはね足セットの組み立て、今こんな感じでやっていきますね。普通のワッシャー入れて、スプリングワッシャーってやつね、スプリングワッシャー入れて、そんで仮止め。こんな感じね。はい、6本。次はこの棒にね、さっきの足を取り付けます。はい、3本。はい、これね、接続のやつ。はい、OK。そしたらこれにね、この U 字のやつ刺していきます。はい、こんな感じ。このゴム入れていきます。はい、大体の形ができてきた。ちょっとだいぶ細々した作業になりそうだから早送りで。はい、じゃあ乗っけます。最後固定していきます。はい、完成。結構ねキッツキツです、上も。まあ多分作り的にあの上のキャリアは、まあ、しなったりしないんで当たらないとは思うんですけど、見ての通りキツキツなんでね、気をつけていきたいと思います。見えるかな、あのちょっとキャリア乗っける時にね、ちょっとだけ車体に傷がいきました。はい、って感じでね、2人で2時間ぐらい、2時間ちょっとかかりました。途中手順間違っちゃったりしてね、やっちまったんですけど苦労しました。はい、で今回ね60キロか、マックス60キロまで乗せれるやつなんで、結構がっちりしてるんだよね。何持ってくだろうね。まあ今のところなんか撮影でたまにちょっと高いところから撮りたい時に脚立が欲しいかなっていう時があるんで、まあ脚立乗っけたりとか、そうだね、あとは寝る時にちょっと中の邪魔なやつを外に出したい時とかね、もしかしたらあの撮影には映んないけど上に乗っけたりとか、まあ、そういう使い方かな。あとは夜のタイムラプスとかの土台として使ったりするかなと思います。あとまあカーサイドタープのジョイントとかも買ったは買ったんですけど、直接これに引っ掛けてやることもできるんで、まあいろいろ幅は広がるかなとは思います。まあ個人的には結構まあ武骨な感じなんでね、見た目的にはおしゃれではないかなとは思うんですけど、まあしっかりしてるんでね、これから使っていこうかなと思います。はい、というわけで以上エブリーにルーフキャリアの取り付けでした。そんじゃまた。